皆さんこんにちは、谷間崎です。今回は、今度は目玉の、半分埋まった状態です。今この状態からちょっと無理やり埋めていきます。いいよ、どうですかね。半分埋まった状態、この半分埋まった状態の時は、通常のバンカーショット、まあスクエアな状態から、まあ普通は45度ぐらいこう開きますよね。で、3分の1埋まってる時も、フェースを開いてでも、高さが欲しい時はそれで出ちゃいます。ところが半分ぐらい埋まってくると結構力が必要になります。抵抗力があるんで、その場合は、抵抗力をできるだけ少なくするためにフェースをこう半分ぐらい閉じちゃいます。逆に45度ぐらい閉じます。で、これ女性なんか特に力がどうしても女性の場合はないんで、その場合、特に閉じた方がいいかなというふうに僕はお勧めします。で、この閉じると今度どうなるかというと、まあ、いわゆるこうリーディングウェッジ、この刃ありますよね。この刃から直接こう砂の中にこう入れやすくなってくるわけですね。当然フェースを開いた状態だとバンスが、まあ、広いですから、ここの広がった部分ありますよね、ソールので、バンスが出てますから、すごく砂に対してこう抵抗がありすぎちゃって、やっぱ砂の中に入っていかないんですね。で、スクエアとかちょっと閉じてくると刃の部分からあのバンカーの砂の中にこう入れてきやすくなってきますんで、非常にこう出やすくなると。ただ当然のことながらフェースをこう閉じてるわけですから球は上がらないんです。だから顎がすごい高い、自分の身長ぐらいのある時はもう絶対無理です。この場合はもう回避するしかないと思います。違う方向向く。で、顎がそんな高くない場合、まあイメージ的に言ったら3メーターぐらい先で、まあ、腰ぐらいの位置よりもちょっと下ぐらい、自分のねぐらいのところだったら、まあなんとか出るんじゃないかなというふうに思います。ただこの場合もちろん今言ったように高さは出ません。そしてフェースを閉じているんで当然、ランが出ます。例えば10ヤードぐらいのキャリーに対して15ヤードぐらいは平気で転がっていっちゃいます。それからちょっと、すごくではないんだけどちょっと左に行きやすい、そこら辺を計算します。つまり、いつもよりも、ちょっと、飛ぶんでストロークを小さくしてあげる。それから、球が左に行きやすくなってくるんで、少し右を向いてあげる。で、右向く量は、まあ、ちょっと、閉じ具合にもよりますけれど、イメージ的に言ったら、あとごめんなさい、軌道にもよりますね。軌道がアウトから来ちゃったら余計左に行きますけれど、僕の場合だと2ピンぐらいは右向きますねっていうイメージで、打っていくというような感じです。ちょっと実際やってみます。あと短く持ちますね、これもね。で、ボールの位置、通常のバンカーショット左よりもちょっと右目に置きます。そして、フェースを45度ぐらい閉じます。で、ストロークは小さめで少し右を向けます。じゃあ実際打ってみたいと思います。ぐらいにもう本当ストロークの幅でいくと半分ぐらいのイメージだと思うんですけど、このぐらいで打っていただけると非常に半分ぐらい埋まったバンカーでもすごく楽々出てきますんで、ぜひ皆さんね試してみてください。